ハバレフスキー子供のためのピアノ小曲集より気まぐれという曲を初見で音取りしてみたいと思います。4分の2好きだね。4分の2拍子いっぱい出てくるもんね。4分の2拍子だーだーだー、もうダメだ、これちょっと音の数が多いからゆっくりしか取れないね。4分の2拍子でドレファーソーがシャープ忘れないようにしなきゃいけない。そう、はい、弾いてみよう。ゆっくり1、あ、でも最初がちゃんと入ってるからね。左は平音。よし、ここで弾き直し。どれだったかが見失ったね。これはダメだ。相当こう、このこう傾かずにこういう親指で押さえてスタッカートで弾く、小指で押さえてスタッカートで弾くっていうのすごい修行だよねそんなこと言っちゃダメ、すごい曲調は、まあ、ちょっとね、動くけど楽しい。弾いててすごく指のね、回し方はすごく楽しいし、音の作り方もすごい好きです。というわけで、気まぐれという曲でした。